さんこんばんは。こんばんは。今日はちょっとだけなんですけど、ちょっとだけですか皆さん。はい、ちょっとだけです。今日本日 TTC 熊本ありがとうございました。 TTC 熊本ありがとうございました。ブレニュめっちゃもういい思い出、皆さん見てくださいましたか？お疲れ様、ありがとう。皆さん見てくださいましたか？本日は何名も歩かせていただいて、あと幽体ですと金縛りも披露させていただいて、もう充実した一日でしたね。はじめたでありがとう。あのランウェイはトワさんのそうブランドで、いつもとね、いつもと違うというか、もうガラリと変わった、ちょっと鎖骨出しちゃってみたいな、そう、もうガラリとさ違う衣装だったんですよ。どうでしたか皆さん、どうでしたかね。緊張しました、もう震えてましたよ。震えてるというかドキドキか、震えてはないです。ドキドキした、緊張しました、そう鎖骨出しちゃってってそう、でもめっちゃタイプだし、トワさんのブランドが着れたことがすごく嬉しかった。でね、幽体離脱金縛りも初めてツアーの衣装を着て楽しかったな。どうでしたかね、どうでしたかね、どうでしたかね。楽しかった。こんばんは、来てくれてありがとう。で今日はね、編み込みをしてたんです、こことここ両方でリボンをつけて、キャワタンです、キャワタンの髪をしてもらいました。かっこよかった、嬉しい。もう緊張してたの、ずっと緊張してたから、モデルさんのようじゃお願いします。どうでしたか、ちょっといつもはちょっとパンダ系なんですけど、ちょっとかっこいい目のブランドということでクールな表情をしてみたんですけど、なんか自分でもさ、ランウェイの時の自分とさ、あのふんわりアイドルのこう2個ステージ出させていただいてさ、雰囲気がどっちも違いすぎてさ、自分でもびっくりした。あ、人ってメイクと髪の毛と雰囲気でここまで変えれるんやと感動しましたね。すごかった、すごくない？だって全然違ったよね、雰囲気が。すごかった、嬉しい。ラーメンの時、ラーメン食べれませんでした、熊本ラーメン。あ、ケータリングであったんですけど、ちょっとケータリング取りに行ったのがランウェイ前で、全然緊張してないように見えた。本当に？じゃあよかった。もうなんか緊張すると口パクパクしちゃうから、あ、やばい、口パクパクしてるかもって思って。どうとしてた？もうみんな優しい、褒めてくれて嬉しい、ありがとう。でも本当にずっとモデルさんの仕事はしたくて、そう、これからもねしたいお仕事なんですよ、めちゃくちゃ。だからそう、また呼んでいただけるように本当に頑張ろうって思いました。馬刺し食べれました。そう、馬刺しマジで美味しい馬刺し。え、ちょっと待って、お疲れ様でした。周りにいた子、女の子が青の可愛いって言って、言ってくれました。あ、佐賀咲ちゃんって言うんですよって嬉しい嬉しい嬉しい。
そう、あのさ MC の時自己紹介したらよかったのかなと思って、素顔好きですって、もう緊張しちゃって、そう緊張しちゃったからさ、そう変なこと言ってなかったですかね緊張しちゃったんだ、緊張したよ。大丈夫だったかな。まあ佐川咲です、佐川咲でございます、青の子です。今日本日センターで踊らさせていただいてた佐川咲です。私覚えてくださいぜひヒーさん、ヒータン馬刺し、え、ヒータンなんか確か馬刺し好きだよね、プロフィールに書いてたけど、一人で締めたら面白い、いやもうもうやばい、え、あれはね必死にね頑張って考えたんですよ、まさか締めていたとは。まあ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 気をつけます、でもみんなが面白いって言ってくれてよかったです。いや馬刺しはマジで美味しかった、あーこれが馬刺しか、もう胸もえってかごめんね、いろいろ話が渋滞して忙しいよね耳が青の子誰だ話題にあなったらもう嬉しすぎますよ、もう本当にならないかなやべちょっと変顔してたかも、変な顔してるかも、ちょっとみんな見ないで、何話したっけ、あっカルママさんありがとうすぎる、待ってちょっと俺ずっと書いてない、ごめんごめん、くまねパパさんありがとう、ありがとう、お城お城、今日の私の志と同じぐらい高い、うん日本語合ってる、あ熊本城、なるほどね、熊本城、熊本城はこちらですっていう看板なら見たありがとう嬉しい、ありがとう熊本タワーです。え板野友美さんはご挨拶はできなかったんですけど、あのランウェイ歩く前目の前にいらっしゃいました、で微笑んでくださいました、はっってなってちょっとびっくりするじゃん、びっくりするじゃんってからはっって顔したらんってふっ、でももうすぐステージだったから、そう、今日めっちゃ良かった、嬉しい、まあ、どこまで話したっけ、あで熊本ラーメンは食べれなかったっていう話で、でもリエチに一口だけもらいました、そう取れなくて、そう伸びちゃうかなと思って、しげさんそうそう、え私のトワさんのブランドのステージもうすごすぎてびっくりしました、村重杏奈さんとか中町彩さんとか、私ずっと YouTube 見てたのでしましたね、やばい、お疲れ様です、ありがとう、一口もっともらいなよあでもねあれだったんですよ、本番前だったからさ、馬刺し食べました、もう嬉しい、馬刺しがもう目当て、目当てだったから、でももう本当にわえすごってぐらいもうめっちゃありましたよ、もうケータリングっていうんですかね、めっちゃあってちょっとすごかったです、すごかった、すごかったです、なんかちくわのちくわのさ中にポテトサラダが入ってるねやつがあるんだけど、もうそれがめっちゃ美味しくて、そうあとなんかちょっと名前忘れちゃって申し訳ないんですけど、パンまだねあんまり食べてなくていただいたんですけど、パンがあってマジで美味しかったです、名前調べときます、あの一覧表をいただいたので差し入れの、こんばんは来てくれてありがとう、さちさちちちゃん、 R1 生活は終わりです、ありがとうございます、 R1 を飲むだけで気持ちがね、よし私は R1 飲んだから健康美肌って思えるので、ね、そう気持ちからなのでね、そういうのってマジで頑張ります、また出させていただけるように、楽しかった、マジで楽しかった、そうそう思い込みって大事なんですよ、
ちょっとデコレで出しちゃって。え、現地とのエミーハンからも、え、嬉しい、曽我崎と申します、よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。あ、谷崎さやさんとお会いしました。ご挨拶もさせていただいて、ノイミーファン、ノイミーファンなので、もうでもご挨拶だから、そうご挨拶だったので、こう平然を装うのが必死でした。あ、よろしくお願いします、ちょっと平然を装ってました。本当は胸の中ドキドキしてたので、はい、よろしくお願いします。お疲れ様です、ありがとう。そう、心臓ワクワクしてて、え、本当にもうこれだったよ、もうこんなんだった、もうお顔が小さい、でお目目もテレーンって、あとお友達、知り合いも出演しててお会いできました、嬉しかった。知り合いなんて言うんだろう、そうたまたま会えて嬉しかった。いやいや、もうみんなもうありがとう、褒めてくれてありがとう、もう本当に。え、くまモンにちょっとスチスチしときました、クワモンにスチスチアピールしときました。そう、クワモンがいたので、あ、スチ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 って言っときました。そしたらスチスチ頑張ってしてくれたんですよ。あ、ちょっとあのランウェイ歩いた時にネイルしていただきました。そう、そう、クワモンにスチスチアピールしときました。マジです、クワモンと。マモンがサッチスチスチになってくれますようにって思いを込めて、ランウェイ歩く姿を見て、かわいい、ありがとう、もうありがとうございます、楽しかったです、ノリノリウェイって感じだった。そうそう、さ、髪の毛がさ、めっちゃウェーブだったじゃん、めっちゃウェーブだったの。でもヘアメイクさんがストレートにしてくださって、でも本当に時間がなくて、そう結構ねドタバタだったです。そう、嬉しい、スチスチ嬉しい、ありがとう。クマモンの尻尾は見てないや。クマモンの尻尾見てないや。こんばん、来てくれてありがとう、こんばんは。あの衣装着れたもん、嬉しかったです。やっぱりサッチだな。あ、嬉しい、こんばん、来てくれてありがとう。え、あとみんなに絶対言いたいことは、あの熊本のトマトもう本当に美味しいから、もう馬刺しもいいけど、あの熊本に行ったら絶対トマトを買ってください。もうトマトが美味しすぎてもうびっくりしました。もうトマト大好き、トマト大好き。なんか最初にトマト3つだけのやつがあって、ケータリングで、もうトマト大好き、トマト大好きって言ったら、あ、ぜひ取ってくださいって、ありがとうございますって、トマト大好きを聞かれて、もうめっちゃもう1個もらいました。もう1個なんかもう、いや、もう1個もらったっていうか、食べてください、食べてくださいって、だから、あ、ありがとうございますと思って、トマト、え、本当にトマト美味しかった。もう馬刺しもマジ美味しかったんだけど、トマトやばかった、トマト甘くて、トマトマジで美味しかったと思って、最近プチトマトにハマって、というかここ1ヶ月ぐらいね、ずっとねちょっとダイエット頑張ってたんですけど、あのね、トマトにお世話になったので、そう、トマト今愛着湧いてるんですよ。あ、そうなんだ、生産量日本一だった。ちょっとこの辺で終わろうと思います。みんなちょっとね、まだまだね、いっぱい話したいことあるから、
また配信するから来てね。来てね。来てね。ということで断じをまさせていただきます。13位りょうちさん、12位はるさん、11位のぶさん、10位ピアニッシムさん、9位くらやみさん、8位ギルスさん、7位アハダさん、6位かくれんぼ中さん、5位キヨさん、4位はじりこさん、3位トンさん、あ、3位トンさん、ありがとうございます、ありがとう。2位は広島子パセリさん、ありがとう。そして1位はくまねばばさん、ありがとう。広島城も、え、やばい、広島城って、なんで広島城って言ったんだろう。広島に住んでるからかな。熊本城ありがとう、熊本城タワーありがとうです、ありがとうございました、ありがとう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 、みんな本当に本当に今日はもう楽しい一日で、もう充実してました。もう本当にまた出させていただけるように本当に頑張ります。ということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。みんなありがとうございました。たくさん褒めてくれてありがとうございました。それじゃあみんなまた次の配信で会いましょう。今日も一日お疲れ様です。配信来てくれてありがとうございました。それじゃあまたねー。